パラスティカの豆だと澤部です。もうすぐ皆さんクリスマスですよ。リンドンリンドン。コンビニのクリスマススイーツを買ってきました。はい。セブンイレブン、うん、ローソン、うん、ファミリーマートと3社買ってきましたので、うん、今日はちっちゃくクリスマスパーティーをねこちらでしたいと思います。いきます。パラスティカパラスティカ、こちらに大量のスプーンたちがありますので、どうぞ。あー、すいません、ありがとうございます。あー、全部考えカマンベールチーズスフレ、ティラミスケーキ、濃厚モンブラン、大人のティラミスモコ、いちごのキャンドルケーキ、クリスマスルージュ、イタリア産栗のロールケーキ、いちごのショートケーキ、モンブラン、サクサク焼きチーズタルト。さあ、どうしようかな。どこイレブンから行く？どこイレブン、もうセブンしかないじゃんじゃあ私これ、いちごのショートケーキから行く。こちらのいちごのキャンドルケーキで行きたいと思います。なんかクリームがすごい、なんかムースみたいのかかってるって感じ。美味しいわ。ショートケーキ、ザ王道ショートケーキって感じ。これもザ王道だな。ケーキ屋さんのと違うのは、うん、あのこのケーキの中にイチゴは入ってないっていうこと。ペーストだよね、やっぱね。そうそう、ペースト。でっかいのいっちゃおうかな。うん、いっちゃいなよ。カマンベールチーズスフレ。これはパーリー。それはさすがにパーリーピーポーよ、うん、ピーポー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 ファミマのモンブランを食べます。え、そっち行くの？一緒にパーリーしたかった。じゃあ場所はパーリーせっかくだからさ、一緒にパーリーしようや。一緒にパーリー一緒にパーリー一緒に一緒にパーリーすごい、ファミマの格好朝からやっちゃうんだから。あぶっあーすげーなーこれマジですげえ。なんかケーキの圧迫感に負けそうなんだけど、今ちょっとこれ分かんなくて、このまま放置したいわこれですいやでもワンチャンバレないぞ多分。バレない？一回今度やってみようぜ、みんなに。え、あれ食べてなくないって言われたら次の動画で謝罪動画出すわ食べると見せかけて一品も食べないドッキリみたいな。バレないぞ、誰も。多分バレないと思うんだよね。うちら結局さ、この商品に対してさ、うん、美味しいとかさ、そういうことしか言ってないわけじゃん。言ってないよ。なのに値段とか入れちゃってる。本来多分入れなくてもいいぐらいなのに、値段とか全部入れてさ。値段、商品名、そう全部入れてるけど、感想は薄いから。美味しい美味しい美味しい終わり。このさ、あの、うん、カメラアプリ、なんか風流の、うん、あの、モデルアプリなんだけど、広告よく出てくんじゃん、うん、であれで、あ、なんかいいなと思ってさ、ダウンロードしてから気づいて、うるさいんだけど。なんでだよ。そうやって課金するときってさ、なんか分かりやすかったけど、うん、今全然分かんないよね、うん、じゃあ次行くか。おーい、くぞー何のおたけが、くぞー山男みたいな。おーい、腹から声出しすぎだろ。どの女性クリエイターよりも一番声出ると思う。こんな声はしゃべってないでしょ、みんな動画撮るとき。多分しゃべってない。アイシャドウ何番ですっていいんだもん、うん、毎日メイクの動画でそんなシーンないもんな。リップシャネルの54番ですとか言わなくていいんだもん。じゃあ食べますよ。そうだね。いただきます。いただきます。あー、うん、あ、でもこのティラミス苦くないな。チーズケーキは結構美味しいわ。ほんと、割とずっしり系だった、思った以上に。美味しいね。美味しい美味しい。どうする？どうしよう。でもやばい、モンブラン3つあるぞ。おー、ビンゴ。ビンゴ、ビンゴ、ビンゴー。両サイドモンブラン行く？あー、オッケーオッケー。だね。そうしよう。じゃあ私はセブンのモンブランです。私はこれファミリーマートのモンブラン。いきます。いただきます。あ、なんかすごい肌色。どう、そちらサイドは。下の生地、うん、ケーキのスポンジじゃなくて、なんかなんだろう、マーマレードみたいな。硬いんだ。そうそう、ちょっと硬め。なんて言うんだっけこういうの、うん、マドレーヌ。あ、マドレーヌだ。マーマレードってあれオレンジジャムだよマーマレードって言ってさ、硬いんだって言ったあんたもすごいよね。俺はマーマレード多分そのマドレーヌだろうなと思ったよねマーって言ったからマーマーで
わかるから一卒できすぎてんじゃん、うちら。あんたといすぎると、もう日本語喋んなくてもいいってなる可能性がある。あ、でもね、私の周りの人結構そうだよ、やっぱり。あ、日本語できない人多い。あ、よかった。私が日本語できなくさしてるってこと分かっちゃうからこちらは柔らかめ、うん、スポンジは、うんうんうん、栗の甘みがすごいね。パラスティカクリスマスレッジ。じゃあ私はティラミスモコいきます。そういえば逆さまにして食いって言ってたな、みんな。そう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 。いきます。はい、いっちゃって。全然大丈夫。あ、大丈夫だ。ほんとだ、すごいね。おいしい。この皮だけ一生食べてたい。皮だけね。めっちゃシャレてる味なんだけど。だって聞いて、上ベリームースでしょ、中ピスタチオガナッシュ。ベリームースが高級感出してる。ソースはさ、甘酸っぱいから、うん、うわ、あんまって感じじゃなくて良い。あ、それはいいね、うん、ありがたい。この真っ白なんだけど。あ、でも戻った。あ、戻った。さあ、残り2つになりました。じゃんけんにしますか。これはじゃんけんにしよう。見えた。最初はグー、じゃんけんぽい。よし。じゃあサクサクタルト。ごついだろう、最後最後に。丸だよ、ほぼ。あ、やば、変な開け方しちゃった。あー、夏休み、うん、おいしい。今さ、チーズタルト流行ってんじゃん。パブロとかあんじゃん。それに負けを取ってない。あ、すごいね、うん、オイラも食べます。あー、またさっきのロールケーキ2つと違う。なんかさ、こっち派だと思う、割と。うんうん、なるほど。あー、こっちかな。こっち、いやー、こっち、こっち、あっちゃん、あっちか。で、中のスポンジは普通にロールケーキにホイップなんで、うん、うんうん、ロールケーキ大好き。もううち100個でも10個でもいけますって人は100個と10個じゃ相当ちげえよ。地下フェのローソンのやつの方がいいんじゃないか。うん、なるほどね。ごちそうさまでした。パラスティカ。今日はコンビニのクリスマススイーツを紹介しました。はい、これからクリスマス始まるんでね。はい、皆さんも気になるのありましたらぜひ食べてみてください。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。パラスティカの Pパラスティカの S BS BS